元男の子のおひかのんです。今日はですねグランピングに来ました。グランピングっていうのはキャンプって荷物とかいろいろ自分で準備したりとか大変じゃないですか。なんですけども私はキャンプ道具とかなし、もうほんと手ぶらで来てて、もうこうやって常設してあるテントとかそういうのを自分で選んで本当にお手軽にキャンプができるというものです。まあ、それがグランピングっていうんですかね。ちょっと私も本当に今日初なんで楽しんでいきます。イエーイ。何作ってんのカメラ。え、これですか。 iPhone12 ですよ。プロですよ。あー、プロちゃんね。プロちゃんね。使わないんですか。いや、やっぱちゃんと真面目に。真面目、やばいよ。スマホ系 YouTuber だもんね。スマホ系 YouTuber なんで、ね、楽なんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスオさんが Vlog カム。はい、Vlog カメラです。 ZV-1 スマホで。え、なんで iPhone 使わないんですか。いやだってやっぱキャンプってちょっといい映像で撮りたいじゃないですか。いや、いいっすよ、これも十分。いやこの方々がまあいいカメラ持ってない。やばい、だからなんかちょっと怖いんですよ、みんな機材が強いから。すごい、キャンピングカーちょっと入ってもいいですか。すごい、キャンピングカーちょっと中見せていただきます。お邪魔します。これすごい、あ、すごい。こんな感じになってて、これ運転席でしょ。あー、すごい、ほんと家みたいだ。てか匂いも普通の家の匂い。この車の外こんな感じですよ。なんか好きなところ選んでいいよって言われたんで、そしたらこことかいいんじゃないですかね。あ、すごい。おー、すごい。しかもあったかいようにこんな感じに設備もあるし、この後みんなでバーベキューするらしいのでちょっと待ってます。すごい快適。すごい、モニター確認したができるんだ。できます、できます。これほら、わ、すごい。これこれでこんな風に普通のアプローチでなんかアプリとか入れるんですか。はい、違います、カメラアプリその入ってるんで、それ起動すると なんで超広角でこういって背面で撮れば全然。あ、すごい、それ参考になりました。アプローチ買ったんですけどあんま使ってなくて。いや、私はもうほんとこのためだけに買ったようなもんなんで。すごい。で、自分で停止とかもズームもここでできちゃうんで。すごい。ズームはこのあのダイヤルですね。あ、ダイヤル左の。あ、これね。はい。おお、わ、すごい。そうなんですよ、これ超広角すぎるの。うわ、すごい、これ便利。イエーイ。あ、あっちで撮ってる、やからがいで、あっちで撮ってると思いますよ。出た、最強の男2人組。男って言うな。男って言うんじゃねえ。トミックさんです。いやー、いいカメラじゃないですか。それしか言うことないんでしょ。みんなに同じことを言って。さすがマスオさん、分かってますね。いや、28にも見えないから。何歳です。24号かな、はい、最高です。いや、でもそれぐらいに見えるわ、普通に。うわ、嬉しい。いや、捕まえたんですよ、今。いや、やめろだめよ、ほんとに。癖、なんか癖かったもん、お前。持ってきたんだろ。持ってきたんだよ。じゃあこれからみんなでこれ焼いて食べます。わーい。ちゃんと骨抜いてね、骨。やば、めっちゃ明るい。うっ、あ、いいですよ、本当に。これに買って、これ私のウルトラライトなんで。でもちょっとダサいかもしれない。いや、いいです本当に。もう、あの、大丈夫です。船酔いマネージャー大丈夫です。やめてください。撮ってるんですか。撮ってますよ。今大丈夫です。あの、椅子の下にじゃあ入れてください。あ、じゃあこれだけいただきます。ありがとうございます。いや、これ大丈夫です。ありがとうございます。いや、この前ありがとうございました。何か。え、みんなで飲んだじゃないですか、YouTuber。ああ、聞いてるか、あれ。ああ、木下優香の口聞いたやつね。ちょっとやめてください。やばい。ヘビ入れちゃえ。痛い痛い。ヘビ入れちゃえ。ヘビ入れちゃえ。
マキさん、これ何の肉ですか？これはステーキ肉です。美味しそう。はい、ちょっと照明入りました。どうぞ。おはは、照明班です。照明班です。すごいですね。マキさん、ありがとうございます。照明、照明です。照明のありがたみ、ありがたい。させてしまう。ここ行きます。ここ行きます。痛いやん。はい、大丈夫です。わー、はい、大丈夫です。あれですもんね。お姉ちゃんと女性ですもんね。あれ、やっぱマスオさんの好感度上がりましたよ。いやいや、そうですか。あ、そうですか。寒い寒い寒い。どんぐらい暖かいんだろう。めちゃめちゃ寒い。もう暖かい。暖かい。めちゃめちゃ暖かい。全然違うわ。ひぃ。では今からシャワー浴びてきます。なんか普通にシャワーもしっかりしてる感じで、キャンプ場にあるようないわゆる簡易的なシャワーじゃなくて、めっちゃシャワーだった。あ、ドライヤーもありますね。こんな感じに全部ファスナーを閉めるとこんな感じで密室になります。すごい。でも風が来るとなんか上がこうなびくんですよ。なんかそれが面白いですね。外あんなに寒いのに全然寒くない。めっちゃいい。なんか変な感じ。やばくない？なんか揃わないじゃん。これが今の私の視界です。こんな感じ。なんか夫婦とかカップルとか友達とかと来るんだったらかなり楽しそうじゃないですか。これ布団も綺麗だし、なんか取り替えてあるみたいでめっちゃ綺麗。うわ、風がちょっと強い。夜中の4時。じゃあ3時49分だ。急に風が強くなって起きてしまいました。眠おはようございます。今朝の6時42分なんで、この後みんなで朝食なんで身支度します。めちゃめちゃ散らかってるんで、これも掃除します。ということで、お部屋を出る準備ができたので出ます。おー、いい天気。寒っ。誰もまだ起きてません。寒い。今回のグランピングいかがだったでしょうか。すごい初めての経験ばかりで、めちゃめちゃ楽しかったです。これ誰か焦げちゃいますよ。一応大丈夫ですか。はい。うまっ。